バーンとマウクと苦労しました。キューローだけはいです。ということで自己紹介もよろしくお願いします。AV 女優の八橋彩子です。AV 女優と名乗っているけどここ2、3年は AV にはほとんど出ていないので無職です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今はどうやって活動されてるみたいなのあるんですか？ 3、4年前に事務所を辞めまして、そこからフリー AV 女優と、フリー AV 女優、事務所に所属してない AV 女優として活動してたんですけど、ちょっと業界のルールが厳しくなってしまいまして、ちょっと事務所に入ってないか信用できないじゃないですけど、そういうのがあってなかなか出るのが難しくなっちゃって、そっかーって思ってプラプラ。あ、そっかーですか？そっかーなんですね。 AV 新法ですか？新法の前に業界内の自主規制みたいなルールが大きく変わりまして、ちょうどそのちょっと前に事務所辞めちゃったんで、タイミングが悪くてフリーで活動できた期間は本当少ないっていう感じですね。今は本当にもう貯金でみたいな。今は本当月1回ぐらい撮影会というものを、被写体みたいな。そうですね、被写体。私の場合は全部脱ぐところまでやる撮影会なので、そういう専門のスタジオがあってそちらでやらせていただいたり、たまにちょろっとなんかピンク映画とか V シネマとか、ちょっとした映画の撮影には出たり、お芝居もちょこっとやったりとかはありますね。ただ基本は無職です。まあそう、このチャンネルは小さい頃から経歴をお聞きしていくって感じなんですけども、はい、お父さんが東大みたいな。そうですね、父が東大で、家庭が結構高学歴みたいな感じですか？そうですね、みんな私より学歴高いんで。え、慶応でですか？そうですね、兄弟いるんですけど、はい、あと2人が東大工学部と一橋で、青山ちょっとずっとエスカレーター式の学校だったんで、はい、まあ、ちょっと比べにくいんですけど。じゃあ結構勉強の過程みたいな感じで。そうですね、なので私も幼稚園の頃からもう自分で東大行くって決めてて終わってないんですけど。幼稚園、はい、幼稚園で私は応援に行って東大に行くって決めてたんですよ。幼稚園私立っすか？普通の幼稚園ですね。はい、ただまあ習い事とかはいろいろさせられていて、はい、うん、ピアノ、バレエ、水泳、体操、特別な塾に行ってたとかではないんですけど、顧問で算数とかは小学校レベルのことはやってたのかなって。幼稚園です。幼稚園で小6ぐらいまで算数はやってたのかなと。だからもう幼稚園で応援に行くとか言ってたんですね。そうですね、幼稚園で顧問ってすごくないですか？まあですね、ご自身もそれは別に苦ではなかったって感じですか？小さい頃は全く苦ではなく勉強は楽しんでやってたのかな。あ、いいですね。ちなみに小学校私立ですか？小学校は普通の一般のところで公立で。塾は通われました？小3か小4ぐらいから中学受験の塾に、まあ、N のところに一の県で行ってましたね。一の県で成績とかは良かったですか？やっぱそうですね、1位は取ったことないかな。2位かな。え、2位にあの、え、2位ですか？はい。結構 AV すごいですね。でもそれが3年とか4年の話なんですよね。はい、瞬間の話ですね。そうですね、入った瞬間って最後まで成績が良かったですか？でもいや、それが小5の途中から全く勉強しなくなりまして。それはなんかもう学校だけ成績良かったら入れるだろうみたいな感じなんですか？それもありました。私は入れるだろうっていうのと本を読むことにハマってしまって、小説にハマりまして。結構いいと思いますけどね。いやいやいや、ね、本を読むのはいいことだって、頭良くなるのいいことだって言いますけど、うんうん、もうそれでガクって成績が落ちて、5年6年はもうほぼノーベルみたいな。で多分6年の本当受験追い込み時期にやっぱり応援入りたいってなって勉強をちゃんとしたのかなって、うんうん、ただやっぱり勉強しなくなって親にはめちゃくちゃ怒られました。ああ、じゃあなんかやっぱ親から見たら AV 女優になったって結構びっくりというか。親には言ってないです。あ、なるほど、なるほど。まだ言ってないんです。まだ言ってない、はい、願わくはバレないことを祈るって感じ。どっかでバレるかなって思って兄弟にはちょっとバレちゃったんですけど、兄弟がその親に言ってないっていうのも、母親がちょっとヤバい人で、すっごい勉強しなさいっていうのは、まあそういう教育熱心なご家庭ではあることなのかもしれないんですけど、本当自分自身の感情がわーってなって泣き叫んで物投げてみたいな。ギャーって叫んでても全員いいとこ行ってるんで何がいいのかわかんない。でもそういう母親を見てたらいろいろ嫌になってしまって、逆に勉強したくないってなっちゃったのもあったか
かもしれないですね。大いには入られて余裕でした。合格点っていうの出てないと思うのでわからないんですけど、大丈夫かなって思ったら大丈夫でした。5、6年とかちょっと勉強やめてたんで、入ってから成績落ちたりとかありましたか？中学入ってから全く勉強しなかったんで成績悪かったです。めっちゃくちゃもう最下位なんですか？その順位っていうものがあんまり出ない学校だったんでわかんないんですけど、まあ点数が普通になんか30点とかそんなんだったから。100点満点の30点そうです、そうです。高校にはまあ上がれるんですね。ギリギリだったのかな。まあ赤点取ったらちゃんと高校受けるとかしてました。ああ、なるほど。高校でもやっぱ成績はあんまりですか？あ、勉強してないんでなんかそれに関してお母さんから何か言われなかったですか？めちゃくちゃ怒られました。わー、めちゃくちゃ怒られて、でも勉強しねえって私は勉強しないんだって。学校の授業もずっと寝てたんで。おお、でも珍しいくないですか？応援生って結構なんかゴリゴリやるんじゃないですか？あー、パターン分かれますね。あ、そうなんですね。勉強が好きっていうか、やっぱり元から頭がいい子が多いんで、そんな真面目って感じの子はあんまいないかもしれない。あ、そうなんですね。意外に。それ農弁は何年生までですか？ずっとです。あ、ずっとです。宿題とかもやったことなくて。なんか他に熱中したいことがあるとかですか？やっぱり漫画とか本読んでた。あ、夜中漫画とか本ずっと読んでたのと、あとはなんだろう、家では G 行為をずっとしてましたここでちょっと日差しが。なるほど、ここで。なるほど、はい。応援生ってそういう人多いんですか？いや、ちょっとそういう話はしなかったですね。そのネタとかは言ってもちょっとそこは触れてないので。小説にハマって、その好きだったのが大月健二さん、曲も好きなんですけど、童貞の小説みたいな感じのも書かれてて、なんかそういう童貞マインドみたいなのが自分の中にあったり童貞好きみたいな。いや違う、自分が童貞なんです。あ、あとは中島ラモさんとかね。確かに、なんかでもジブレって芸大とか行かれたり。そう、結構その影響が大きいかもしれないんですけど、そういう中島ラモさんの自伝とかを読んで、まあ、灘行ってもこんななんかヒッピーみたいになって酒飲んでやってみたいな、あ、こんなのもありなんだって思って。あ、なるほどなるほど。高卒でもいいみたいな。いや、あんま将来のこと考えたくなかった。あ、なんで生きてるのかわからないみたいな感じをずっと抱えてて。受験勉強ってします？無駄に塾はいっぱい行ってて、でも通って行ってないんですよ。登録、はい、登録、在籍はしてて、前科も違うところ行ってました。割と先生も襟好みして、なんか私より頭悪い人から教わりたくないって思って先生っぽい。でも面倒くさいから行かなくなっちゃいましたね。たまに行って、あ、面白いなって思うぐらい。結論、浪人されてますか？浪人はしてないです。おそう、私浪人生にすっごく憧れてて、じゃあここに神みたいないますけど。なんかアニメとかで結構浪人生っていう存在結構出てくるじゃないですか、アニメで。そういう浪人ボディに憧れがあってそもそも私東大志望ではあったんですよ。こんだけ勉強しなかったんですけど、はい、なので浪人して東大行けたらいいなぐらいに思ってたんですね。ただほんと成績が悪すぎて、慶応と早稲田とか受かっちゃったんですけど受かっちゃった。そう、私は浪人したいと思ってたんですよ。ただ親からしたら、まあ、私が勉強しないの知ってたから、まあ確かに今考えると、私が浪人してたら絶対勉強してなかったって思うんで。ああ、分かったところで現役で行きなさいってなったわけですね。そうですね。東大はもう受けなかった？あ、普通に落ちましたね。ああ、私立は受かったってことですね。じゃあそう、でも早慶の勉強も全くしてなかったんで、慶応の受験2日前とかに初めて慶応の過去問、赤本持ってはいたんですよ。持ってはいたんだけど勉強したくなくて枕にしてたんです。学部とか覚えてます？受かったところ。私も学部とかもよく分かってなくて。なんかウィキペディア見る限りは文って書いてありましたね。そうです、慶応法学文学部だったのは覚えてるんですけどいや、僕が急浪して落ちたところです。そうぶつかりになってますよく分かんないなと思って、文学部っぽいところを大体選んでたと思う。あ、確かに本読まれて、まあ、文学少女って感じですね。うん、
早稲田は文学部でしたか。早稲田ってなんか細かく分かれてますよね。ああ、いろいろありますよね。文学部、文化構想学部、まあ教育学部だったら国語国文ってのがあって、なんか教育学部受けた気がする。あ、そうですか。と何個か受けたんじゃないかな。何個か受けれます。何個か受けれます。何個か受けて何個か多分全部受かれました。全部疲れるかと思って早稲田とか全く見てもなかったと思います。立場がない。中学受験の貯金とかね、結構使えるみたいな。そうそうそう、なんとなくの回答力。こういう問題だったらこういう答えかなっていうのが、すごいセンスで。英語は国語力で解いてたし、成績悪かったんですけど、東大模試みたいなので国語だけだいぶ上位にいたことがあって、センターとか受けてないんですか。あ、そうか、東大賞とかセンターも。センター受けましたね。どれくらい取られました。もう覚えてないです。分散に出されたんだったら足切りコスパくらいはってきた。ないですね。8割以上は取られたかなっていう、うん、そうです、うんうん、世界史が満点だったと思うんですけど、私本当は慶応とかも受けたくなかったんですけど、本当に学校の成績が悪すぎて、多いから、言い方悪いですけど、短大に行く人ってあんまいないんですけど、うんうん、短大とかも候補に入れた方がいいんじゃないみたいなことを母親が言われて、それで母親がブチ切れて、で私もちょっとバカにされちゃ困るでって思って、うんうん、まあ、世界史は満点取ったり、一応総計グラム受かるんだよっていうのを見せてやりたかったっていうので受かってみたってとこ。歌ってみた、歌ってみたみたいな。勧められてるところから普通に早期受かったってことですよね。そうです。だから本当に成績悪かったんですよ。ギリギリ、ギリギリっていうか最後まで。結論、慶応の文に進学するっていう感じで、慶応文では勉強はします。しないです。あ、もちろんしないですね。なんかされてたんですか、他に。まあ一応サークルとか部活とかちょろちょろ入ってたりはしたんですけど、うん、まあそれで忙しかったというよりは、なんか行っても行かなくてもいい感じじゃないですか、大学の方はね。じゃあ行かなくていいかなって感じで。あ、その空いた時間では本とかですか。本読んだり、自慰行為。自慰行為やりすぎます。本当中高大は本当にずっとやってました。じゃあもうほんまに一日結構締めるぐらいやったんで。なのでちょっと男性と違うんで、女性本当何時間でもできちゃうんで。ああ、でなんかそのエロいサークルには入ってないですね。あ、全然全然。でももちろんあの中高初老ですし。そう、大学でなんか彼氏とか。そうですね、大学でまあ彼氏は一応できて、うん、すぐ別れちゃったんですけど。でもその大学、まああまり行かないって感じで、留年とかは単位ギリギリでなんとか1年2年行って、4年生で済んだ。あってなって留年。そこで何留ぐらいですか。まあ一留して就職活動の時期になるんですけど、一留してまだ単位すっごい残ってるんですけど、まあなんとか取り切れるかなみたいな、ところだったんですけど、その就活が何かよく分かってなくて、大学の時もそうなんですけど、あんまり将来のことを考えてないっていうか、考えたくないみたいなところがあって、うん、何がしたいんだろう、どうやって生きればいいんだろうって結構悩んでたところがあって、就活をしないでいたんですね。なのでちょっと遅れて、まだ間に合うところにそのエントリーシートを出してやったりはしたんですけど、実際面接とかは1回ぐらいしか行ったことない。結構何社も落ちたって感じですか。そのエントリーシート取っても行かなかったみたいな。なんで書いたんですか。なんかね、やっとかなきゃね。ああ、体裁が変わってないので。現役の時は就活してなかった。あ、もう絶対無理な単位だったんで。ああ、どうやっても無理な。それでもその4年に無理上がりに上がっちゃうシステムだったんで。一流目もじゃあ内定はなかったって感じですかね。なかったですね。もちろん行ってないんで、その一歩しか。それも受かったかどうかもよく知らないです。その多分一次面接なんで、うん、そこから先行ってなかったら何もないんでね。単位を一流目で取り切ったって感じですか。取り切ったと思っていました。あ、思っていました。まあちょっとその話は置いといて。それ大事なのに。置いといて、まあ就活やっぱ無理だなってなって、どの会社見てみても志望理由が何もないって思って、でそしたら親に公務員受けろって言われて、公務員っていうのはまあ誰かがやらなきゃいけない仕事だなって思って、まあ、それならちょっとぐらいやってみてもいいかなって思って公務員を受けようと思いました。ただ、まあ
それもまた参考書を買うだけ買って勉強は全くしなかったですね、うん、ずっと本命試験があるのが多分5月6月とかなんですけど、うん、勉強始めたのが3月で、うん、3月の終わりでで私もちろん文学部なので法律とか何も知らないんですよ、経済も知らないし、うん、なので知らないことばっかりの勉強を十何科目あるのを2ヶ月で覚えなきゃいけないんだってなって焦って頑張りました。あ、やったんですねえ、受かりました？受かりました。なので国一はあまり今違うと思うんですけど国一だったんですけど私の時それは間に合わなくて。え、国一っていうのは国家公務員の官僚クラスみたいなやつ、うん、あそれはさすがに落ちて、うん、ここには一応受かったけど地方も受かってなんか二次面接だかなんかが被っちゃって地方を選んだって感じですね。国にはどういう系ですか？私も受かってないんですよ国家公務員がちょっとまあ同じようなジムだけどそのエリートコースではないかなみたいな。国家公務員試験に受かったってことなんですか？そうですね、うんうん、そんなすごくない方の国家公務員試験ですね。それでもすごいです。すごいですね。全然すごくないです、3ヶ月とかでしょ。で、公務員試験受かりました。公務員になるぞって思って成績通知見たら単位が足りなかったんです。おなんか内定取り消しみたいなのではないんですか？そうなんです、まあ、普通の企業さんだと内定取り消しになるところが多いと思うんですけど、うん、公務員受かった先に泣きながら卒業できませんでしたって言ったらあ大丈夫ですよって言って。しあそうなんですね。はい、まあ、本当どうでもいい何でもいい科目を落としちゃったんで、その土曜日に取ってもよかったんで土曜日に取って学校の先生にも実は就職しちゃってみたいな、この体育系どうしても欲しいんですって言って。そんなことできるんですね。ね、そんな技あると思わなかったですでもちょっと自治体によって違うと思うのでちょっと確認していただいて、はい、ちゃんと注意喚起二流ってことになりますか？まあそうですね、まあ、さっきも言っといたんですけど二流です。結果それでは就職をされていつ今の仕事をされようと思ったんですか？その公務員入った理由も理由だったんで、うん、まあ、ずっと続けるつもりは最初からなくて、うん、何か他にやりたいことはないかっていうのはちょっと探してたんですね。でそういうのとは別に、まあ、ちょっとその時恋愛をこじらせておりまして。あその時は歴代彼氏もう一人とかって感じですか？3、4人。そんなものすごく遊んでるって感じじゃない？あ、では全然ないですね。3、4人いたのも本当みんな続かなかったっていうのが大きいんで。それもあってなんか AV 女優を考え始めるみたいな感じですか？それが、まあ、AV 行ってる裏に向いたのはそのある一人の男性が原因でそうなったんですけれども、でその人とは別に付き合ってもないし、うん、全くそういうことはしてない関係の男の人がいて、うん、でそいつは童貞で、うん童貞を自分で自虐にしながらもこじらせてみたいな、そういう男だったんですけど、まあ、なぜか私はその人のことを好きになってしまい、その好きになった理由も多分私自身が私も童貞だといや言ってましたよね、はい、童貞マインドみたいな。そう、童貞マインドがぶつかり合いそういうのもあって惹かれて、でもお互いこじらせているんで、うん、うまくいかず、まあ、私がある時勇気を出してその人に告白したらやらせてくれるんだったら付き合っていいよみたいなこと言われて、でいいよって送っていいんだそしたら 1、2 週間返信が来なくて、でその後なんかごめんなさいみたいな謝りのが来て、なんだこいつはって思って、そいつをどうにかしたいって思って、なんかもう付き合いたいとかとは違った感情で、ちょっとなかなか伝わらないと思うんですけど、そういう感情を抱いていた男性がいて、まあ、そいつがツイッターのアイコンがカンパニー松尾監督だったんですね。ユーブレの監督。そうですね、自分でカメラ持って自分で代表もするっていう監督さんでして、うん、ちょうどその時 AV だけど映画館で流せるような作品が流行ってて、テレクラキャノンボール2013って映画なんですけど、もうそのいつがアイコンにするぐらいの監督ってどんな人なんだろうって思って、うん、そのテレクラキャノンボール見てそれがめちゃくちゃ面白かったっていうのもあって、うん、私自身松尾監督のファンになったっていうのもあり、阿佐ヶ谷ロフトで松尾監督がイベントをするっていうのでそれに行ってみようってなって、ここで松尾監督がお客さんの人生相談に乗ってくれるっていうイベントだったんですね。お悩み聞いてくれるならこの男のことを相談しようって思って、実際にその阿佐ヶ谷ロフトの男女に呼ばれて相談をしたんですね、うんうんうん、そうしたらその男が AV 松尾監督のも好きだし AV がすごく好きだっていうことだから、だったらお姉さんが AV 出ちゃって嫉妬させちゃえばいいよみたいな感じの流れになって
そんな簡単に AV 出ちゃいないみたいな。まあ今ちょっといろいろ複雑なんですけどね、はいはいはい、ちょっとその当時はまあそういうのが許されたかな。まあそのちょっとメーカーが特殊だったんで、出ちゃえばいいじゃないみたいな話になって出るかってなったわけです。なるほど。その童貞とは別に何もなくって感じですか。何もなくですね。あ、何もなく。それは公務員何年目の話ですか。ほんとちょこっと働いてすぐの時だったんで。あ、そうなんですね。はい。じゃあ公務員は結構早い段階で辞めるって感じですか。そうですね。まあもし公務員じゃなかったら本当 AV 一本だけ出て終わりってなったかもしれないんですけど、その副業禁止なので、じゃあ公務員辞めるしかないやってなって。デビューしてからどうですか。楽しかったですか。楽しかったですね。そこでデビューするってなって、そのデビューしたところがそのカンパニー松尾監督だったので、ちょっと特殊なんですよね。普通のデビュー作ってなんだろう、白っぽい部屋でなんかこうインタビューあってなんか渡辺真央さんがそんな感じだったり、まあみんなそうですね大体ね。カンパニー松尾監督のは本当に監督と二人っきりで話して、どっか行ってご飯食べてやるみたいな感じだったり、私の場合1本目がそもそも AV を撮るって言わない日に絡みまで撮っちゃったみたいな。本当これ設定とかじゃなくて実際にそうなんですけど、本当はその撮るつもりなかったけどそこまで行っちゃったみたいな、はい、ちなみに女優としてはこう何年間ぐらい働かれてる。松尾監督のところで半年ぐらいで、そっから事務所に入って2年ぐらい2、3年ですかね。その時はなんか応援慶応卒みたいなのは使えなかったってことですかね。あ、そうですね、監督が気を使って出さないでいてくれたんですけど、うん、まあ、事務所入った時に私的には全然行ってよかったんで、うん、OK ですって言って、そしたら、まあ、週刊誌とかそういうのに取り上げていただいて、うん、そのヌードグラビアとか、はいはい、まあ、載せて、うん、結構いろんな週刊誌さん出させてもらいましたね。おー、ちなみに、まあ、デビューされてから結構コンスタントに出られてたと思うんですけども、はい、まあ、ここに3年やってないっていうのは何かあるんですか。まあ、事務所を辞めたのが事務所のマネージャーさんとちょっと関係が悪くなった。あ、うまく意思疎通が取れなくなったので辞めたいってなって辞めまして、で、まあ、そこから普通に他の事務所移ればよかったんですよね。ただその前の事務所が次の事務所どうするか決めるみたいな、そういう話になって、なんかそれムカつくなって思ってあだったらいっぺん辞めますって言って、でそっからまあフリーでできることあるならやろうかなって思って最初のうちはやってたんですけど、最初に言ったみたいにちょっと今フリーが厳しいっていう状況で DV にはあまり出られてないっていう感じですね。やりたいこと探し中みたいな感じ。そうですね、やっぱり今までの中高時代とかもそうですけど、将来どうするんだろうみたいなことを考えるとどうしようってなってしまうところがあって親に相談もできないんですよ。あ、もちろんできないですね。どこに知らないわけですもんね。そうですね、フリーランスで映像の仕事をしていると。あ、嘘はついてないです嘘はついてない。じゃあ最後にですね、視聴者とかに対して何かメッセージとかあればちょっとお願いできたらと思います。いろいろ学歴とかこれがこういったとかそういう経歴っていうのも大事っていうこともあるかもしれないんですけど、私みたいに経歴とは全く関係ない仕事をするっていうのもありじゃないかなと思っていて、私の中でなんか人生落ち着きたくないなっていう気持ちがあって、一生何があるかわからない人生の方が面白いと私思っているので、もしやってみたいことがあればいろんなことにチャレンジしてみるっていうのも、そういう人生もありなんじゃないかなと思います。私自身もいろんなものを見たいし、私自身の活動で他の人に見たことないようなものを見せていければいいなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なのに I'm in fuck you この街の空に I'm in つませこんな時代のそばに I'm in trust in you 代わりもいなくて I keep it